アーノルド・ジョゼフト・トインビーは、イギリスの歴史家、歴史哲学者である。多数の著書を持ち、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスとキングス・カレッジ・ロンドンの国際主研究教授でもあった。1918年から1950年まで、トインビーは、国際問題の第一人者として活躍した。代表作は、歴史の研究である。論文、記事、スピーチ、 プレゼンテーションなどを大量に発表し、多くの言語に翻訳された数多くの著書を持つ、トインビーは1940年代から1950年代にかけては広く読まれ、議論される学者であった。しかし、1960年代になると、彼の対策は主流の歴史家の間では人気がなくなった。トインビーは事実に基づくデータよりも、神話や偶話、 宗教を好んでいるという認識があったためである。叔父のアーノルド・トインビーとの区別のため、ミドルネームの J を入れて表記されることが多い。トインビーは1889年4月14日にロンドンで生まれた。父は事前組織協会の主事であったハリー・バルピート・インビー。母はサラエディス・マーシャルである。妹のジョスリント・インビーは考古学者、美術師屋である。祖父に、 ジョセフト・トインビー、おじに19世紀の経済学者のアーノルド・トインビーがおり、数世代にわたる知識人の家系である。奨学金を得て、ウィンチェスター・カレッジとオックスフォード大学ベリオール、カレッジに通った。ギリシャのアテネ・ブリティッシュ・スクールに短期留学し、文明の衰退に関する彼の哲学の起源に影響を与えた。1912年には、 ベリオールカレッジで古代史のチューター兼フェローとなり、1915年にはイギリス外務省の情報部に勤務した。1919年にパリ講和会議の代表を務めた後、ロンドン大学でビザンチン、現代ギリシャ史の教授を務めた。この時、キングスカレッジロンドンの現代ギリシャビザンチン史、言語、文学のコライス教授に任命されたが、 カレッジの教授陣との間で学術的な論争が起こり、最終的に辞任することになった。1921年から1922年にかけてマンチェスターガーディアン氏の特派員として、起土戦争を取材し、その経験からザウエスタンクエスチョンイン、グリースターキーを出版した。1925年、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの国際史の研究教授、 王立国際問題研究所の研究部長に就任した。1929年には太平洋問題調査委員として来日し、この際に松本茂春との友情を深めた。1937年、イギリスの人文、社会科学の国立アカデミーであるイギリス学士院のフェローに選出された。1913年に、 ギルバート・マレーの娘のロザリンド・マレーと結婚し、3人の息子を設けた。1946年に離婚し、同年、研究助手だったベロニカ・ m ボールターと結婚した。1975年10月22日、86歳で死去した。トインビーは第一次世界大戦終了後にマスリアで、 住民投票を行うことを指示し、実際に1920年に行われた。この住民投票ではドイツが圧勝した。その一部で、ポーランド人が多数を占めるにもかかわらず、トインビーは、第一次世界大戦後の和平協定で、西プロイセンをドイツから切り離すことに反対した。ポーランド回廊が作られたため、トインビーの提言はここでは守られなかった。 1915年に発表した著書ナショナリティザ・ウォーでトインビーは第一次世界大戦後の平和条約の策定に向けて民族の原則に基づいて策定することを主張した。また、1916年に出版されたザ・ニューヨーロッパエッセイズ・イン・リコンストラクションの第4章でトインビーは自然国境という概念を批判した。 トインビーはこの概念を自然国境を獲得するためにさらに戦争を起こすことが正当化されると批判した。さらにトインビーはある国が自然国境を獲得するとその国はさらに別の自然国境の獲得を目指そうとすると指摘した。例えばドイツ帝国は1871年に西の自然国境を防ュ山脈に設定したが 第一次世界大戦中、一部のドイツ人はさらに西の自然国境、具体的にはカレーとイギリス海峡までの自然国境を主張し始め、第一次世界大戦でドイツが征服したばかりのベルギーとフランスの領土をドイツが永久に放置することを正当化した。トインビーは自然国境の概念に変わるものとして、経済的に相互につながっている。 様々な国の間での自由貿易、パートナーシップ、協力を非常に要因にすることを提案しており、そうすれば自然国境に関わらず国がさらに拡大する必要はなくなる。さらに、トインビーは国境をより民族自決の原則に基づいたものにする、すなわちある地域や領域の人々が実際に住みたいと思った国を基準にするようにすることを提唱した。 この原則は第一次世界大戦後の講和において実際に守られたことがある。第一次世界大戦後の20年間にシュレースビヒ、ウエシレジア、マスリア、ショプロン、ケルンテン、ザールなどで行われたこれらの地域の所属国を決めるための住民投票である。トインビーはナショナリティザオーの中でヨーロッパ内外の国々の将来について 様々な提案や予測を行っている。例えば、フランスとドイツの間で起きているアルザス・ロレーヌ紛争について、トインビーは、その将来の運命を決めるために、住民投票を行うこと、この住民投票では、アルザスは相互に繋がっているため、一つの単位として投票されることを提案している。トインビーは、同様に、シュレース・ビヒ・ホルシュタインについても、 その将来の運命を決めるために住民投票を行うことを提案しており、その際に彼はドイツとデンマークの新たな国境としては言語協会が最適であると主張していた。ポーランドに関してはトインビーはロシア帝国の支配下にある自治的なポーランドを創設し、ロシア、ドイツ、オーストリアのポーランド人を一つの主権と政府の下に置くことを提唱した。 トインビーは第一次世界大戦で中央同盟国が勝利した場合、ポーランドの統一は不可能であると主張していた。それは、勝利したドイツは自国のポーランド領土を自治国、または新たに独立したポーランドに譲渡することを望まないからである。トインビーはまた、ウェシレジア、ポーゼン州、カリツヤ西部の大部分をこの自治国ポーランドに与えることを提案し、 マスリアでの住民投票の実施を提案する一方で、ドイツには、後に、ポーランド回廊となる部分を含む西プロ一線の、すべてを残すことを認めた。オーストリア・ハンガリーに関しては、トインビーは、オーストリアがガリツヤをロシアと拡大された、ロシア領ポーランドに譲渡し、トランシルバニアとブコビナをルーマニアに譲渡し、トレンティーノをイタリアに譲渡し、ボスニア、クロアチア、スロベニアを放棄して、 そこに新たな独立国家が形成されるようにすることを提案した。トインビーはオーストリアにはズデーテン産地の戦略的位置を考慮してチェコを残し、ハンガリーにはスロバキアを残すことも提唱した。また、ベッサラビアをロシアとルーマニアに分割し、ロシアはャクを、ルーマニアはベッサラビアの残りの部分を獲得することを提唱した。ただし、 ルーマニアがロシアのオデッサ港を利用することは支持しており、その場合、ルーマニアの貿易量は2倍になるとしている。トインビーは、ウクライナについては、内政自治も連邦制も否定した。トインビーが連邦制に反対したのは、連邦制になったロシアは分裂しすぎて統一された。重心を持つことができず、かつてアメリカ合衆国が一時的に分裂したように、断片化して分裂する。 危険性があるという懸念からであった。トインビーは自治権の代わりに、ロシア帝国の大ロシア地域でウクライナ語を公用語にして、ウクライナ人が大ロシア人の劣等生としてではなく、大ロシア人の仲間として、ロシアの政治家の一員になることを目指すことを提案した。トインビーはまた、ウクライナ語がロシアで公用語化されてもロシア語に対抗できないのであれば、 ロシア語の優れた生命力をきっぱりと証明することになると主張した。トインビーは今後のロシアの拡大について、ロシアが外、モンゴルやタリム盆地を征服することを指示し、アメリカが米北戦争で1847年にメキシコからメキシコ活条地を征服したように、ロシアがこれらの地域を改善し、活性化することができると主張した。また、 トインビーはロシアがオスマン帝国のポントスとアルメニア6州の両方を併合するという案を支持する一方で、エーロがペルシャを分割するという案は、ペルシャにおけるエーロ双方の利益を満足させることができないため、現実的ではないと否定した。その代わりに、ペルシャに独立した強力な中央政府を作り、それによって自国の利益とエロの利益を守るとともに、 英ロがペルシャに対して帝国主義的、略奪的な意図を持つことを防ぐことを主張した。さらに、アフガニスタンで再び問題や不安が生じた場合、トインビーはアフガニスタンをロシアと英領インドの間でヒンドゥークシュ山脈の稜線に沿って分割することを提唱した。このようにアフガニスタンを分割すれば、アフガントルキスタンは、 ロシア・トルキスタンの主にトゥルク系民族と統一され、アフガン・パシュトゥーンはイギリス領インドのパキスタン・パシュトゥーンと統一されることになる。トインビーはヒンドゥーク州山脈をロシアと英領インドの間の理想的な不可人の境界とみなしており、どちらか一方が通過することは不可能であり、がって双方の安全を確保するのに適していると考えていた。トインビーの隊長 歴史の研究の DC サマベルによるようやく本マイケルラングによれば20世紀の大半の時期にはトインビーはおそらく世界で最も読まれ翻訳され議論された現存の学者である彼の作品は膨大で何百もの本パンフレット記事があるトインビーに対する批判的な反応は世紀半ばの真の知的歴史を構成しているビアードブローデル コリングウッドなど、この時代の最も重要な歴史家たちがずらりと並んでいる。1934年から1961年にかけて出版された代表作歴史の研究の中で、トインビーは人類の歴史の中で26の文明の清水を検証し、それらの文明はエリートリーダーからなる創造的な少数派のリーダーシップのもと、 課題にうまく対応することで発展したと結論づけている。歴史の研究は商業的にも学術的にも成功した。アメリカ国内だけでも1955年までに10巻セットが7000セット以上販売された。しかし学者を含めた多くの人々は1947年に出版された DC サマベルによる最初の6巻を1巻にまとめた要約本に 頼っていたこの要約本はアメリカで30万部以上売れたという。また、トインビーの著作についての論考も無数に出版され、講演会やセミナーも数え切れないほど行われた。それにはトインビー自身もよく参加した。トインビーはタイム氏の1947年3月17日号の表紙を飾り、同号にはカール・マルクスの資本論以来の イギリスで書かれた最も蒸発的な歴史論という記事が掲載された。また、BBC の番組のレギュラーコメンテーターとしても活躍し、現在の東西間の敵対関係の歴史や理由を検証したり、非西洋人が西洋世界をどのように見ているかを考察したりした。1940年代後半、特にカナダの歴史家たちはトインビーの研究を受け入れていた。 カナダの経済史やハロルド・イニスはその代表的な人物である。イニスはトインビーやその他の人物に習って文明の繁栄を帝国の管理や通信手段の面から考察した。トインビーの相対的な理論は戦後エルンスト・ローベルト・クルツユウスなどの一部の学者によってある種のパラダイムとして取り上げられた。クルツユスは1948年のイロピシャ リトラトゥーはウントレイタイニシャスミタラルトの冒頭で、トインビーに続いて、彼は中世ラテン文学の広大な研究のための舞台を設定している。クルチウスは文化とその媒体である、歴史的実態はどのようにして発生し、成長し、衰退するのか。この疑問に答えることができるのは、正確な手順を持つ比較形態学だけである。この課題に取り組んだのが、 アーノルド・ジェイ・トインビーであると書いている。1960年以降、トインビーの思想は学術的にもメディア的にも衰退し、現在ではほとんど引用されなくなっている。一般的に歴史家たちはトインビーが事実に基づくデータよりも、神話や偶話、宗教を好むことを指摘している。トインビーの批判者は彼の結論は歴史家というよりも、 キリスト共同特化のものであると主張した。メイン大学のマイケル・ラングは2011年にジャーナル・オブ・ヒストリーに寄稿した論文グローバリゼーショングローバル・ヒストリー・イン・ト・インビーの中で次のように書いている。今日、世界の多くの歴史家にとってアーノルド・ジェイ・ト・インビーはハウスパーティーでの恥ずかしいおじさんのように見なされている。家系図に載っているという理由で必要な紹介を 受けても、すぐに、他の友人や親戚に追いやられてしまう。しかし、一部の古典主研究者からは、彼の訓練と最も確かな感触は、古典古代の世界にあるという理由で、彼の作品が参照され続けている。トインビーのルーツが、古典文学にあることは、ヘロドトスやトキリデスなどの古典歴史家のアプローチとの類似性にも現れている。トインビーのアプローチが、 しばしば分類される、比較しは低迷している。トインビーは第一次世界大戦中はイギリス外務省の政治情報部に勤務し、1919年にはパリ講和会議の代表を務めた。歴史の研究の執筆中にも数多くの省庁を発表し、王立国際問題研究所の外国研究部長、 外務省の研究部長を務め、1956年に引退するまで、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスにも席を置いていた。チャタムハウスは外務省のために調査を行い、第二次世界大戦中はロンドンに移管されて重要な知的資源となった。トインビーは研究助手のベロニカ M ・ M ボールターと共に、リーアが毎年発行する、サーベイ・オブ・インターナショナル・アフェアーズの 共同編集者を務め、これはイギリスの国際専門家にとってのバイブルとなった。トインビーは1936年にナチス法学会の講演のためにベルリンを訪れた際、アドルフ・ヒトラーの要請により、ヒトラーとの個人的なインタビューに応じた。トインビーの講演の前日に行われたこのインタビューで、ヒトラーはより大きなドイツ国家を建設するという限定的な、 拡張主義の目的とイギリスの理解と協力を望んでいることを強調した。また、ドイツが植民地を回復すればアジア太平洋地域でイギリスの同盟国になれるとも語った。トインビーはヒトラーが誠実であることを信じ、イギリスの首相と外務大臣に当てた極秘のメモの中でヒトラーのメッセージを支持した。トインビーの講演は、 英語で行われたが、ドイツ語に翻訳した原稿が事前に関係者に配られていたため、ベルリンの聴衆は、その融和的なトーンを高く評価した。当時、ベルリンに駐在していた、イギリスの外交官、トレーシー・フィリップスは、後に、トインビーに、ベルリンのどこにおいても熱心な議論の対象となっていたと伝えている。一方、トインビーの同僚の中には、 彼が英独関係を管理しようとしていることに失望している者もいた。トインビーはロシア革命については悩まされていた。ロシアを非西洋社会とみなし、この革命を西洋社会への脅威とみなしていたためである。しかし、1952年にはソビエト連邦は西洋の侵略の犠牲になったと主張している。彼は冷戦をマルクス主義の唯物論的遺産と、 世俗化した西洋がすでに愚かにも拒絶してしまった、西洋の精神的なキリスト教の遺産との間の宗教的な競争として描いていた。議論は白熱し、タイムズ紙は社説で共産主義を精神的な力とみなしたトインビーを即座に攻撃した。トインビーは中東情勢の分析の第一人者だった。第一次世界大戦中はギリシャを支持して、 トルコを敵視していたため、ギリシャ人富裕層の寄付により設立された、キングズ・カレッジ・ロンドンの現代ギリシャ・ビザンチン氏のコライス教授に任命されていた。しかし、戦後は親トルコ派に転じ、トルコ占領地でのギリシャ軍政府の残虐行為や虐殺を非難したため、ギリシャ人富裕層の反感を買い、1924年にコライス教授を辞任せざるを得なくなった。 第一次世界大戦中の彼の態度は、アラブの大義への共感が薄れ、親シオニストの立場をとっていた。また、パレスチナのユダヤ人国家を古代の繁栄を取り戻し始めたものと考えて、その支持を表明した。トインビーは1915年に外務省の情報部でシオニズムを調査し、1917年には、同僚のルイス・ネーミアと共に、パレスチナにおける、 ユダヤ人の排他的性事件を支持する覚書を発表した。しかし、1922年、ロンドンを訪れていたパレスチナアラブ代表団の影響を受け、彼らの意見を取り入れるようになった。その後の彼の著作には、彼の考え方の変化が現れている。1940年代後半になると、彼は、シオニストの大義から離れ、アラブ陣営の側に立つようになった。 1950年代に入ってからのトインビーは、核戦争のリスクを高めることを懸念して、ユダヤ人国家の形成に反対する考えを続けていた。しかし、1961年1月に、在カナダイスラエル大使、ヤコブ・ヘルツオングとの討論の結果、トインビーは見解を和らげ、イスラエルに対し、核戦争の勃発を防ぐための世界的な努力に、 貢献するという特別な使命を果たすことを求めた。トインビーは論文パレスチナにおけるユダヤ人の権利の中で11種オータリーレビュー誌の編集者である歴史学者タルムード学者のソロモンサイトリンの見解に意義を唱え同志にエレツイスラエルにおけるユダヤ人の権利という批判記事を掲載した。トインビーはユダヤ人は歴史的にも 法的にもパレスチナに対する権利を持っていないと主張し主張が対立する場合にはアラブ人の家や財産に対する人権が他のすべての権利に優先すると述べたユダヤ人はパレスチナに住むアラブ人以前の住民を代表して生き残っている唯一の存在でありパレスチナに民族強度を持つというさらなる要求を持っていることは認めているしかしその主張は パレスチナのアラブ系住民の権利と正当な利益を損なわずに実行できる範囲内でのみ有効であるとした。1972年、トインビーは総科学会インターナショナル会長の池田大作と会談し、いかなる状況下でも核兵器を使用することの悪魔性を断罪した。トインビーは原子爆弾は戦争を政治的規模から破滅的規模に拡大させ、 人類の生存を脅かす発明であるとの見解を持っていた。トインビーは池田との対話の中で原始時代の道徳的課題に対応できない代償として人類は自己生産するかもしれないという認識が広まっているにもかかわらず人類が倫理的行動を強化し自己成熟を達成することができないのではないかという心配を述べている。 二人は1972年5月5日にロンドンで初めて会った。1973年5月、池田は再びロンドンに飛び、10日間40時間にわたってトインビー会談した。その後、二人の対話と継続的な書簡のやり取りを経て、人類が直面する重要な問題に対する二人の意見をまとめた、Choose Life A ディアロ o が出版された。 この本は現在までに24カ国語で出版されている。トインビーは池田の代表作である人間革命の英語版にも序文を書いており、この本は全世界で700万部以上売れている。トインビーは池田とのインタビューで高額な報酬を得ていたとして批判を受けた。1984年、彼の孫娘であるポリートインビーは、 ガーディアンが見に祖父と池田との出会いについて批判的な記事を書いた。その記事は次のように始まっている。日本への長いフライトの中で、私は初めて祖父の死後に出版された、Choose Life エイ、A、ディアローグを読みました。これは、祖父と池田大作という日本の仏教指導者との間で交わされた議論です。私の祖父は、この対談が収録された時85歳で、 最後に、脳卒中で倒れてしまう、少し前のことでした。性教育、公害、戦争などをテーマにした二人の長い談話を収録した、この本は、祖父の作品の中でも最も親切にも忘れ去られた、ものでしょう。2005年には、トインビーと池田の初対面から30周年を記念した展覧会が、世界各地の SGI センターで開催され、1500人を超える世界の学者。 知識人、活動家との対話や池田の平和への議論の内容が紹介された。また、トインビーと池田が交わした手紙の原本も展示された。トインビーは文明を単位として、それぞれの歴史を朝鮮と王戦の観点から提示した。これは朝鮮と王戦の法則と呼ばれることもある。文明は非常に困難な一連の課題に対応して、創造的な少数派が、 社会全体の方向性を変えるような解決策を考案することで生まれた。朝鮮と王戦の例には、シュメール人が新石器時代の住民を大規模な灌漑事業を実行できる社会に組織することで、イラク南部の手に負えない沼地を利用したような物理的なものから、カトリック教会が新しいゲルマン王国を一つの宗教的コミュニティとして登録することで、 ローマ時代以降のヨーロッパの混乱を解決したような社会的なものまで様々なものがあった。文明は課題に対応することで発展していく。文明は指導者が創造的な対応をしなくなると崩壊し、ナショナリズム、軍国主義、先制的な少数派の先生によって沈没していく。トインビーの歴史の研究の編集後期によると、トインビーは社会は常に 自然種ではなく、自殺や殺人によって滅びると考えており、ほとんどの場合、自殺によって滅びるという。彼は、文明の成長と衰退を精神的なプロセスと捉え、人間が文明を獲得するのは、生物学的に優れた能力や、地理的環境の結果ではなく、これまでにない努力をするように彼を奮い立たせる、特別な困難な状況における挑戦への応戦としてであると、 書いている。アーノルド・ジェイ・トインビーにちなんで名付けられたこの財団は1987年に設立された財団で人間社会や人間と社会の問題を広く歴史的に見ることによって定義される社会科学の発展に貢献することを目的としている。トインビー賞の授与のほかアメリカ歴史学会の年次総会でのセッション、国際会議、 ジャーナルニューグローバル・スタディーズやグローバル・ヒストリー・フォーラムへの協賛を通じてグローバル・ヒストリーに関する学術的な取り組みを支援している。トインビン賞は学術的、社会的に人類に多大な貢献をした社会科学者に贈られる賞である。現在は世界史の研究に大きく貢献した業績に対して各年で授与されている。これまでの受賞者には 以下の人物がいる。トインビーの発言として、12、13歳くらいまでに、民族の神話を学ばなかった民族は、例外なく滅んでいるといった趣旨の主張があるふしている。書籍、雑誌、インターネット上の記事で多数引用されており、再引用と孫引きの繰り返しによって様々なバージョンが流布している。しかし、この説の出典は明示されておらず、 トインビーの主な著作や新聞記事にもそうした文章は見つかっていない。類似の言説として、滅亡する民族の三つの共通点というものも、ルフしており、上記の三法則をトインビーが提唱したとされるが、こちらも転居は不明である。ありがとうございます。